ここはオーディオポイント8です。私たちはセントジェームズパークの中の池にかかった小さな橋の手前に立っています。ここはバッキンガム宮殿を写真に収めるにはベストスポットの一つです。橋の左側、池の向こうに見える景色は本当に見事です。そしてそれとは反対方向に目を向けると、ホワイトホールの官庁街に連立する建物群、あるいはロンドンを見下ろすようなロンドンアイの姿も見えます。バッキンガム宮殿に最初に移り住んだのはビクトリア女王で、1837年のことです。イギリスの歴史の中で最も在位期間が長かった女王で、その記念像が宮殿の前に建てられています。ここからは宮殿の少し右側に見えます。バッキンガム宮殿の大部分は建築家ジョン・ナッシュとエドワード・ブロアが設計したものですが、正面に見えるファサードといろいろな儀式の際に私たちが目にするバルコニーは1912年になってアストン・ウェッブによって設計されたものです。ビクトリア女王記念像も同じくウェッブの設計です。今でもエリザベス女王はこの宮殿を使われています。宮殿の屋上に掲揚されている旗を見れば、女王がご在宅かご不在なのか一目でわかります。掲揚されているのがイギリス国旗であるユニオンジャックなら、女王はお留守です。女王の私的な旗、王室旗が掲揚されていると、女王は宮殿内にいらっしゃるというわけです。バッキンガム宮殿については後ほど近くまで行くことにして、とりあえず次のオーディオポイントに進みましょう。前にある橋を渡って池の反対側に進み、セントジェームズパークの出口から外に出て、マールボローロードが正面に見えるところに進んでください。そこがオーディオポイント9です。